あんた、もしかして獣狩りの狩人さんか？すまない、このせいで匂いがわからなかったよ。でもよかった、あんたが狩人ならお願いがあるんだ。獣狩りが始まってまともなのはみんな閉じこもってる。昔のように、いつものように、全てが終わるのを待ってるんだ。でも今回は異常だよ。実際閉じこもった連中にも犠牲が出始めてる。さっきから女の悲鳴と獣臭いうめきばかりが増えてるんだ。おそらくヤーナムはもうおしまいだ。でも、もしあんたがまともな生き残りを見つけたなら、この場所、うどん教会を教えてあげてほしいんだ。ここは安全だ。獣除けの甲もしっかりと叩かれてる。だから、なんとかここに逃げてこいってさ。な、お願いだよ。あんたに頼る話じゃないのは分かってるんだ。だけど、獣狩りのついででいい。おどん教会に逃げてこいって伝えてくれ。あとはまともな生き残りがいてくれれば。はあ、楽しみだな。ああ、狩人さんか。無事でよかった。ここは安全だ。ゆっくり休んでいってくれよ。でもし、また獣狩りに出るようならお願いの件、思い出してほしいんだ。まともな生き残りがいたら、おどん教会に逃げてこいって。ここは安全だからってさ。おう、狩人さん。ありがとう。あのご老婆にあんたがここを教えてくれたんだろ。いや、俺なんか話しかけてももらえないけど、でも、やっぱり誰かが助かったのなら嬉しいよ。また、まともな生き残りを見つけたらさ、保存教会に逃げてこいって伝えてくれよな。おう、狩人さん。ありがとう。あの女の人にあんたがここを教えてくれたんだろう。それに、あの人は俺なんかに話しかけてくれたんだ。いや、そりゃほんの少しだけどさ。でも女の人だぜ。優しいんだ。また、まともな生き残りを見つけたらさ、保存教会に逃げてこいって伝えてくれよな。おう、狩人さん。ありがとう。あのご老人にあんたがここを教えてくれたんだろ？いや、俺なんか話しかけてももらえないけど、でも、やっぱり誰かが助かったのなら嬉しいよ。すでにあんたにお願いした俺も、もしかしたらそのちょっとは役に立ったのかなって。そんなのは俺生まれて初めてだからさ。嬉しいな。おう、狩人さん、無事でよかった。あんたがここを教えてくれた人がまた来たよ。この場所はみんなの避難所になった。あんたのおかげさ。それに嬉しいんだ。ありがとう。こんな俺みたいなののお願い聞いてくれて。もうこの町にはまともな生き残りなんていないのかもしれないけどさ。でもあんたはできるだけのことをしてここにいる人たちは救われたんだ。すごいことだよ。狩人だからってんじゃない。あんたがすごいんだ。だから最近さ、この夜が終われば俺もちょっとは変われるのかなってさ、そう思えてじっと我慢も苦じゃないんだ。本当にあんたのおかげさ。ありがとう。なあ、狩人さん、獣狩りの夜が終わったら、そのあんたと友達になれるかな。いや、そんな資格がないのは分かってるんだ。だけど、
もしお願いできればって。不敬なんだ。それはそうなんだけど、でもそんなことちょっとでも考えておいておくれよ。獣狩りの夜が終わったら、あんたと友達になれるかな。そんなことちょっとでも考えておいておくれよ。カリウドさん、あんたがここを教えてくれた人がまた来たよ。この場所なら安全だ。みんなあんたのおかげさ。でもそれももうおしまいかもね。もうしばらく街中から人の音が聞こえない。まともな生き残りなんてもういないような気がするよ。ひどいことだ。ヤーナムはもうおしまいだよ。まともな生き残りなんてもういない。ヤーナムはおしまいだよ。カリウドさん、あんたが助けてくれたあのゴローバが亡くなった。殺されたんだ。どうして？獣だろうか、それとも外から誰かが来て。わからないよ。でも俺のせいで、俺の。獣だろうか、それとも外から誰かが来て。わからないよ。